今回のセルフライナーノーツはニューアルバムスマイルをリリースしたラルカンシエルのケンさんです今回はスマイルすごいポジティブなタイトルつきましたね、はい、これはなんでスマイルっていうタイトルになったんですかうんとね、レコーディングしててうんハイドがうんソロのプロモーションでそんなに ずっっっとべたたり最初いなかったので3人で音作ってバッキングトラックずっと作っててでちょこちょこ覗きに来ててでさあタイトル何するっていう時にで俺らは当、まあの本人だからあんまり気づかなかったんだけどだから現場の雰囲気がなんかよく笑ってたしそういう感じが合うと思うんだよねって言われてで言われてみたら確かにそうだなうんなんて言うんだろう 変な悩む前にまずやってみようっていうそのやってみようもなんかこう「うやるの?」じゃなくて「もうやる」って決めたら「もうやるやるイエーイ!」ってやってたのがそう見えたのかなーなんて思ってで曲それぞれはねいろんなタイプの曲があるから必ずしもメロディーとバッキングトラックだけだったら「スマイル」っていう言葉出ないかもしれない曲もあるけどやってる雰囲気が「スマイル」だったから。うん まあ、なんていうの聴いた時にすぐ「うん、あこれでつなげられるな」いうところでいいよってましたね今回のレコーディングはやっぱ今までよりりもスマイリーなレコーディングだった、うんうん、そう振り返ると、うん、今まではそのやっぱり活動しながらの今今回はちょっと3年ぐらい動いてなかったんだけどいつもは活動しながらだから前のシングルがあってプロモーションして。 撮影してってこうなりながらレコーディングだったからそのレコーディングしてる時も全体像を考えながら弾きながらっていうところだったんだけど今回はやっぱりその手前に時間もあったし精神的余裕があったからそのアレンジ部分とか全体像っていうのを割と考えてしまってから取り出してたから取る時に本当に弾くことだけ集中できたから、うん。 その分、なんか、こう、脳みそに余白があって、ニコニコしてたのもありますよね。三年七ヶ月ぶり、うん、この三年七ヶ月は、何をしてました。最初の一年は。 野球と,麻雀野,球と野球と麻雀、もう疲れたもういいや。で1年ぐらい過ぎてまたギターを毎日弾き始めてで曲も作ってたから、うん、そこでうんちょっと音出したいなあっていうところで暇な友人を集めバンドを作ってでそれを。 動かしてるうちにそのバンドで CD 出すつもりもなかったんだけどそのバンドで CD を出してライブをしてっていう感じでもうあっという間にラルクののの、うん、去年の代々木のライブになりましたでもそんな3年7か月の間があって新しいアルバムをこう作り出す時にみんなでこう今回はこういうコンセプトでいこうとかそういうのっていうのは。 ラルルカンシエははあるんんででですすかかうーんと、今までからないですね、それはもうご存知のようにそれぞれが曲書くんで,で、まあ、僕は特にこうなんていうんですかねそれぞれのバンドメンバー遺恨が残らないように、うんえー、俺はもっとハードなのがやりたかった俺はもっとメロディアスなのがやりたかったっていうのもあると思うんでそういう遺恨が残らないようにそれぞれがそれぞれのうん 色で曲をててきてでそれをパッとみんなで演奏して、うん、演奏とか歌でその曲たちをバラバラの曲たちをつなぐっていうだけでいいかなと思ってるんで、うん、今回もそんな感じでしたねちょっとこう聞くとあのすごいこうアレンジメントが、うん、あのもちろんいろんな音が入ってるものもあるんだけどすごいこうシンプルになっていてとってもストレートだなっていうふうに感じたんですけど。 そうですね多分そのさっき言ったように演奏する方に頭が全て行ってたっていうのとうんい、うん、ってたからそ,のそこに一生懸命弾くと,、えー、っとドラムベースギター、うん、でそれが結局一生懸命弾いてるから、うん、うんと一番聞こえてきたりバランス上げたりするんでやっぱその3ピースが出るとやっぱシンプルなロックに聞こえると思うんですよ。そっち側に触れたかな 今までだったらやっぱりそのちょっと弾いて全体像を足すために後からキーボードをここ足んないからっていう感じでガシガシ入れたりしてたんでその辺のバランスもあるかもしんないしあのこうやっぱこう3年ぶりでこう新しいアルバム取りかかるとなると、うん、あの今までと何が一番違いましたレコーディングで。 日本のチャートが変わってるあ周りが変わってるってが小室さんいいたみたみな <laughs> <laughs> 常に小室さんの歌があってでその牙城を崩すつもりで <laughs> やるみたいなの個人的にそういう気分の時もあってだから小室さんいねえぞみたいな。で3年の間になんかヒップホップブーがブーっとあってんでしょう一人でアコギみたいな。 一人で歌ってるブームみたいなのがあってっていう23回ブームがなんか過ぎた後の、うん、さあ何でしょうっていう時にやる感じでしたねで何でしょうねうーんやっぱ昔もう年っていうと最初新人だからやっぱ日本の音楽シーンの的があったんですよね、うん、あそこよりは勝てるぞあそこは勝てるなっつってこういうのあったんだけど的がない感じですよね、うん、今。 今どこが的なんだろうっていうところで、うん、じゃあいいかっていうところでやってる部分もあるんですよね。